世界中の人々が手も使えない不自由なスポーツになぜこうも熱狂するのか、その理由を俺たちに見せつけてくれ。いるかな、すげえやつ。これからきっと夢みたいなフットボール人生が待ってるよ。私があんたにパスを出すよ。一人になんてさせないから。万年地区大会惨敗のウィンガーに声かけても仕方ないだろ。へえ、女子サッカーにもすごいのがいるな。私ほどじゃないけどね。いかがですか、久々の母校は。能見さん、後輩の指導に当たるのは責任を感じますが光栄です。私来ましたよ、女子サッカーに。誰よりも熱く育て、新生ワラビーズ初戦、気合入れていくよ。女子サッカーを牽引していくのは私たち。ボールが足に吸い付いてる。じゃあ聞くけどよ、女子サッカーに未来はあるのか。あんたなんでこんなクソチームに行ったわけ。立ち上がって上を目指して走り出す覚悟があるのか、私はそれが見たい。アビシャスゴール。のんちゃんがギラギラしてきたんです。てめえ、あなた誰。知らなかったな、こんなにすげえ奴らがいるなんて。フットボールはこんなにも高くて広いなんて。